ゆっくりもしたいけど、なかなかそうも言っていられないしね。レンファは次は職に？ええ、カリンとカズトのおかげで予定がだいぶ早く繰り上がったしね。本当は兼業に一度戻ってからの予定だったんだけど、このまま寄って帰ろうと思うわ。そうしたいのは山々だけど、戻ってやりたいこともあるしね。あまりゆっくりしてばかりだと、何かあった時の勘も鈍ってしまいそうだし。アーシェたちもよくやってくれてるし、アーシェほど働き詰めじゃないわよ。安心して。私もそこまで働き詰めというわけでは。メイリンやスイレイたちも心配していたわよ。アイシャはいつ職に行っても働いているから体が心配だって。まあカズトと一緒にこちらに来ているならその心配はないだろうけど、アイシャも少しはカズトのサボり癖や遊び癖を見習った方がいいわよ。いえ、あれはさすがに。あ、まあそうね、あれはちょっと悪い見本すぎるわね。昨日の宴のこと、もうお忘れですか？ゴに来た時に思いやられるわね。はいはい、それじゃ私も行くわ。カズトもお大事に。トウカ様たちにもカーンは落葉で元気にしているとお伝えください。楽しみにしているけど、カズトも無理せず働いてね。行ってしまわれましたね。大丈夫ですか、ご主人様。よければ朝食をお作りしましょうか。確かまだでしたよね。はい、昨日ご飯を炊いた時ルルからお粥の作り方も習いましたから、多分大丈夫だと思います。お待ちください。大丈夫です、どれも勉強ですから。作るのはお粥とホイコーローでよろしいですか？自信を持って作れるのがあれしかないので。わかりました、そのくらいなら
なんとかできると思います。すみません、ご飯はあるので米から炊くよりは早いと思うのですが、もう少しかかります。何がですか？はい、お任せください。ご主人様？いえ、その…そういうわけでもないのですが、気にします。その、なんというか、視線を感じるというか、なんというか。そういう視線ではありませんでしたよ、絶対。いえ、別にそういうわけでもないのですが、ご主人様とは、その…一緒にいたいですし。そうですか。本当は出来たてが一番良かったのですが。私は結構です。どうと言われても、普通です。これが私だけで作れたなら言うことはなかったのですが。そういう意味ではなくて、カリンやルルに教わったというのが。もういいです。次は工夫して
教わったものよりももっと美味しい料理にしてみせますからね。